は。米産社の東京新聞です。よろしくお願いします。はい、はい、まず、本日は4本ございます。スムーズビズから参ります。最初に、このスムーズビズの推進対象を決定いたしましたので、お伝えをいたします。この夏ご承知のように、来年の東京2020大会時の交通の混雑を緩和をする、そのために、トライアルで、行いました、この交通の混雑緩和対策であります。で、大会期間に合わせてスムーズビズ推進期間を設けたところであります。で、期間中ですが、多くの皆様方にはテレワークやオフピーク通信、通勤、それから業務に関してこの配送の工夫などに取り組んでいただきました。で、この ご協力いただいた皆様方には心から感謝を申し上げたいと存じます。そしてこうした取り組みの中から69件ご応募いただきまして、そして外部の有識者で構成しております選定委員会を経まして、スムーズビズの推進対象の受賞企業を決定をしたというものでございます。こちらが受賞企業18社になります。で、一例挙げますとですね、対象が日本電機株式会社ですけれども、グループ会社を含めて1週間連続の在宅勤務のトライアルを行われました。また特別賞は浜松町駅の周辺で TDM プロジェクトというこのネットワークを組んでおられまして、こちらで浜松町駅の近隣企業が連携したこのテレワークを活用されまして実施をされたと。で、その結果ですけれども、ピーク時の駅の利用者が 12% 実際に減少したということでございます。表彰式11月18日に開催いたします。結果公表イベントの場で行ってまいります。で、このイベントですが、今回の賞の、選定委員会の委員長を務めいただきました株式会社ワークライフバランス代表取締役の小室淑恵さんの方から基調講演もいただきます。そして受賞企業それぞれの取り組みの紹介なども行っていただきます。そして受賞企業の優れた取り組みを広く発信することで、あ、なるほど、こういうふうにやるんだという、そういうノウハウをですね、共有していただくということで、ムーブメントの輪をさらに広げていきたいと考えております。それから会場には今回新たに開発いたしました東京テレワークアプリなど、テレワークに役立ちます通路を体験できるコーナーを設けてまいります。で、このアプリでは企業のテレワーク推進を支援するためにテレワークツールの運び方、選び方、との支援施策を紹介をしてまいります。十分ご活用いただければと思います。それから都内のサテライトオフィスの検索ができる機能など、テレワークを実施するにあたりまして役立つ機能も盛り込んでおります。で、このイベントに先立ちましては11月13日、来週ですけれども、リリースをいたします。こちらのサイトからダウンロードできますので、ぜひ多くの方々にご活用いただきたいと思います。で、最後に冬のスムーズビズの実践期間についてでありますけれども、この夏のスムーズビズの推進期間にご参加いただいた企業から、再度スムーズビズに取り組む機会を望むお声をいただいたり、またこの度はですね、台風時に、計画運休というのがありましたよね。その際にどうするかと、業務を継続するのにも役立ったとのお声もいただいております。で、そこで大会半年前の時期をとらまえまして、来年の1月14日から31日までの期間を冬のスムーズビズ実践期間やってみようということで、この期間を設けてまいります。で、企業の皆様には災害時の対応にも役立つという点もご考慮いただきまして、この機会にテレワーク、フレックス制度、これらを活用した時差出勤などさまざまな働き方にトライしていただいて、その効果を体験していただきたいと存じます。詳細は都市整備局にお尋ねください。続きましてはですね、若者が今後のライフプランを考えるときに
子どもを持つということに対して、正しい知識を得た上で自分の生き方を選択してもらえるように、総合的な普及啓発といたしまして PR 動画、そしてリーフレット、さらに特設ウェブサイトを作成いたしましたので、そのお知らせでございます。でこの事業はですね、知識を持っていなかったがために子どもを持つことができなかったと後悔する方を減らしてほしいという、都民のご提案を受けまして、今回のこのプログラムを進めているところでございます。妊娠、出産、不妊治療、それだけでなくて例えば里親制度についても幅広く網羅された知識を普及啓発しようというものであります。で20歳前後 の男女に対しましての情報発信ができますように、若年層、若い方々に人気のある女優さんで小芝風花さんにご出演をいただいております。早速 PR 動画ご覧ください。知っているだけでも全然違うことってあると思うんです。親になることとか、これからのこと、私も知らないことばかりでした。皆さんにも知ってほしい。はい、ということで、ございまして、この動画、東京動画とか SNS、Twitter、Instagram、Facebook などで展開をいたしてまいります。それから都内6カ所の大学の中に設置をされておりますデジタルサイネージも活用したり、都営地下鉄のチカットビジョンというのがありますけれども、こちらでも放映をいたしてまいります。ぜひご覧いただきたいと思います。またリーフレットですけれども、こちらは11月の中旬から都内の書店や調剤薬局を通じて配布をいたします。で PR 動画やリーフレットを見てもっと詳しく知りたいと思った方は、福祉保健局のホームページ上に特設ウェブサイトを設けておりますので、こちらもぜひご覧いただきたいと存じます。次に、芸術文化の関係になりますが、アール・ブリュットなどの振興を、これを進めていく拠点といたします東京都渋谷公園通りギャラリーがグランドオープンする件についてのお知らせでございます。アール・ブリュットというのは専門的な美術の教育を受けていなくても独自の発想や表現方法が注目されるアートのことを表します。でダイバーシティの理解促進や包容力ある共生社会の実現につながるということから、その魅力を多くの人に伝えていきたいと考えております。でこのアール・ブリュットなどの振興拠点として東京都渋谷公園通りギャラリーが2年間改修をいたしておりまして、来年の2月8日にグランドオープンをするというものでございます。で皆様に親しんでいただけますように、今回新たにロゴマークもあちら左側ですけれども作成をいたしております。これは人というのと、びっくりマークですね、感嘆符、これをモチーフにして、多様性の中で発見する驚きであるとか気づきを表したもので、ちょっと阿弥陀くじみたいなシルエットになっておりますが、偶然の出会いや、自分では想像もできないことに巡り合えることを表現したということでございます。それからギャラリーの渋谷公園通りに面しましたガラス張りのスペースですけれども、ワークショップなどが実施可能な交流スペースとして生まれ変わることとなります。ご来場いただく方々や通りを歩く方々、あそこ一通り多いですからね、目の前で作品を制作する、例えばライブペインティングなど出展作家の方々によるトークも行いますし、アーティストと来場者が交わり合いながら、対話や交流が生まれるような、そんなプログラムを展開していく予定でございます。でグランドオープンを記念して来年の2月の8日から4月5日まで展覧会で明日の驚きを開催をいたします。とても素敵な絵ですよね、これもね、世界各地の優れた作品を集めているスイスの美術館がございまして、アール・ブリュットコレクション、これが美術館の名前でありますが、そこに作品が収蔵されております作家の作品であるとか、70歳過ぎてから絵画に目覚めて、
700点を超える膨大な数の作品を制作されました作家さんなどの作品をご紹介してまいります。ぜひ多くの都民の皆さんに足を運んでいただきたいと存じます。それからまたちょっと戻りますが、この度東京都のオリジナルの、婚姻届を作成、することといたしましたので、そのお知らせでございます。東京都では結婚を希望する方にとって自分らしい結婚や婚活のヒントとなりますように、ご夫婦の、エピソードを9月から募集をいたしております。でその応募作品の中から東京の多様な夫婦像を表します100の作品を選定いたしまして、そのエピソードをもとに作成をいたしました、ご夫婦のイラストとともに東京2人100ストーリーズとして紹介することといたしております。でこの度このご夫婦のイラストを用いて東京都のオリジナルの婚姻届を作成をするというもので、ございます。こちらなんですけれども、東京の街並みに東京タワーがあったりして、でここの道が空いてますよね。でここにご応募いただくご夫婦の100のストーリーをベースにして、こうやって人が埋まるという、そういう立て付けになっております。そしてこの余白部分に都内のランドマークをイラストにして東京の街並みを再現するということと、東京で自分たちらしくお暮らしになる多様な夫婦の姿として、ご応募いただいたご夫婦のイラストから数組分を描き出すと。100組はちょっと混雑しすぎなので、組の中からまたいくつか選んで、書き足すということで完成といたします。で都民の皆さんと一緒にこの婚姻届を作り上げていきたいと思います。合わせまして、この100作品に選ばれたご夫婦から、新婚さんいらっしゃいではなくてご夫婦いらっしゃいみたいな話ですかね、いろんなストーリーなどがあるかと思いますけれども、その中から6組になんと、なんと東京2020オリンピック・パラリンピックのチケットを贈呈をするということが決まりましたのでお知らせをいたします。3組のご夫婦には、来年の8月2日に、オリンピックスタジアムで行われます、陸上競技のペアチケットのプレゼントということで、ございまして、さらには3組のご夫婦にパラリンピックの方のチケットをプレゼントをしたいということでございます。今後組織委員会の方と調整をしてまいります。皆さんのエピソードは結婚を希望する方へのエール、そしてヒントとなることと存じます。でこのエピソードの募集ですけれども、11月22日、あと2週間少々でしょうか、いい夫婦の日ね、11月22日いい夫婦の日まで受付といたしておりますので、ぜひご応募をいただきたいと存じます。でこのチケットですけれども、組織委員会の方では一般のチケットや学校連携観戦チケットと別にですね、東京都をはじめとする関係自治体などが地域のために事業を行えるチケットを準備そもそもしておりまして、それをうまく活用して、この事業を実施できるように、ということで組織委員会と調整をしまして、このキャンペーンといいましょうか、この活動に生かしていくというそういうこととなっております。以上、私から4本お伝えをさせていただきました。どうぞ。ありがとうございます。では幹事社から3問ほどお伺いします。まず先日11月1日に決着した東京オリンピックのマラソン競技の札幌移転開催に関連してなんですが、その決着に対して IOC のバッハ会長からですね、セレブレーションマラソンの提案があったと。
知事もまあ非常に評価しているというふうな指摘だと思うんですけども、まあ、実際その共同でやるというその具体的なイメージが今まだ存在しない中でですね、まあ、費用負担とか事務負担、開催時期、それからまあどういった形でこうやっていくのかという、まあ、先日の知事の方ではまだ今後詰めていかなければならないという発言もありましたけれども、現時点でですね、どういう形をイメージされているのか、まあ、東京で言えば一大イベントとしてですね、東京マラソンというのがあるんですけども、これとは切り離した別の大会を想定されているのかも含めて、お願いいたします。はい、今回、はですね、このセレブレーションマラソンをしてはどうかという IOC 側からのご提案をいただいたところでございます。まあ、これについてはですね、今回の唐突なこの、会場の移転ということに対しまして、多くの都民ががっかりしていると、そして多くのその地域でですね、さまざまな歓迎というか、ランナーに対しての元気をつけるエールを送るとか、もういろんなことを考えて、この準備をされていたということを私の方からお伝えをしたところ、このもうすでに決まっている、まあ、いたですね、マラソンのルートを使って、そしてセレブレーションマラソンをしたらどうかというご提案をいただいたわけであります。やはり都民の皆様方の、心待ちになさっていたこのマラソンコースでのですね、そのようなにぎわいを生かすということが、この気持ちを大切にするという意味では一つそれも考え方ではないかということで、私も歓迎を申し上げたところでございます。ただ、まだこの中身については十分詰まっておりません。東京マラソンと一緒にするのかどうなのか、時期はどうするのか、マラソンも世界各地でいろいろ行われておりますので、時期をどうするのか、そういったことはこれから の詰める作業になってくるかと思います。マラソン絡みでもう一点、昨日ですね、まあ、組織委員会の森会長が札幌での開催日程について、マラソンは少し開催日を前押しをするというような方針を示しになりました。まあ、特に男子マラソンなんかですとですね、まあ、最終日の、まあ、花形競技という位置づけだったと思うんですけども、今回のそういった、日程の前押しについて の地位としての、受け止めといいますか、どういうふうに、感じられたかというものでございます。そうですね、そういった運営そのものについてはまさしく組織委員会の方がお決めになる部分だと思います。よってそこは組織委員会、そしてまた IF、IOC との連携によって決まっていくものではないかと、まあ、このように思うところであります。最後にちょっと話題変わりましてですね、先般アメリカ海兵隊の、戦闘攻撃機が、まあ、飛行中にですね、まあ、読書を、ヒゲ総理、それから、まあ、睡眠誘導剤を使用してたんじゃないかというような問題が発覚しました。で、まあ、東京都内には横田基地というものがあって、で、まあ、海兵隊の部隊もですね、攻撃部隊も、飛来しています。まあ、東京都にとっても決して一言ではないと思うんですが、今回の一連の事態について の知事の、受け止めとですね、まあ、今後その、まあ、障害知事会等と連携して何か何らかしらの意思表示をされていくかどうか、そのあたりでお願いします。はい、今回の岩国基地所属戦闘機部隊がですね、まあ、規律違反を起こしたということについては遺憾に思っております。またご指摘のようにですね、横田基地は空軍輸送部隊で、なって、が活用しておりまして、戦闘機が常駐はしておりませんけれども、伊沢基地の所属であるとか嘉手納基地所属の戦闘機が飛来しているということは承知をいたしております。横田基地の所属隊に、まあ、今回の岩国でのような規律違反があるとは聞いてはおりません。そしてまた横田基地でも事件事故が発生したときにはですね、まあ、もしこういったことが行われているようで、あるならば、今お話ありました障害の関係する自治体5市1町になりますけれども、こちらと連携して米軍に対しての要請を行っていくということでございます。幹事社から以上です。各社の質問に移ります。社名とお名前を名乗った上で質問をお願いいたします。では各社どうぞ。
すみません、テレビ東京の吉田です。先ほどオリンピック・パラリンピック特別委員会の方で大会の暑さ対策の経費の執行額が84億円、またマラソン競歩のコースの遮熱性舗装の費用が24億円と報告されました。IOC との間で他に活用できないものとは負担しないと合意がされましたが、知事としてはどの程度返還を求めたいかお考えをお聞かせください。基本的にそれらは今後精査されるべきものと考えております。それからまあこれまで、これまでに使ったお金、それから今後のことについては東京都は負担をしないということを4者協議で決まったところでございます。これからもうすでにコストとして発生しているものの精査については一つずつまさしく精査をしながら今後必要な対策を関係者と協議していきたいと考えております。新聞記者です。今の質問に関係するんですが、他の目的に使用できないものについては東京都は負担しないということだ。例えば今の遮熱費にしても具体的にオリンピックでは使用そのコースは利用されないけれど、パラリンピックでは利用されるといえば他の目的に利用したことになりますから、負担しないという東京都は言えないんじゃないか、つまり負担せざるを得なくなると思われるんですが、小池都知事はその精査するとおっしゃってますけど、その考え方についてそこらはどのように考えられているのか。パラリンピックは他の目的ではないと思います。もともとがその目的だということになるというふうに思います。ただその期間についての遮熱性舗装をその目的のために使ったという、その目的のために、工事をしたという事実は残っているかと思います。ということはその都としてある負担を求めるとパラリンピック、そこはまさしく精査する必要があると思います。そこはまだ決めてないということですね。また例えばミストなどですね、はい、これを別の会場で使うということもありますし、やはりそこは賢い支出になるようなさまざまな工夫をする必要があると考えております。新建新聞社リスク対策 .com の柴と申します。すいません、先ほど解消されたようなんですが、羽田空港でですね、国内線ターミナルで3日間断水が続きました。で首都の玄関口であり、ちょっと来年のオリンピック・パラリンピックも控えてちょっと不安な事故だと思うんですけども、ご見解をお願いいたします。はい、羽田空港の一部で断水が続いているということについては承知をいたしております。で現在再開に向けて、その理由原因など調査を行っているということでありまして、都としても一刻も早く復旧していただきたいと考えております。で水道局で空港へ供給している排水管がございますが、その水質検査を行った結果として異常は認められていないということでございます。また空港を管理する国からの依頼を受けまして、水道局で、の方で施設内で供給予定の水道水の水質検査を行うなど給水の再開に向けた支援を行っているところでございます。で、今回の件で、運航への影響は出ていないということですけれども、皆様方報道されているように、そこで食事をする、トイレをする、いろいろと不便をが生じているということでございますので、今後このような事態が発生しないように万全を期していただきたいと存じます。はい、じゃあラストクエスチョン、はい、朝日新聞の長野と申します。マラソンの問題2点あるんですけれども、1点目、今開かれている特別委員会の方で、ルビ氏の手紙というものの概要でですね、2019年10月11日の幹部レベルによる組織委員会との協議を経ての決定であるというふうに IOC のドゥビ氏がですね、太郎知事、副知事に答えていらっしゃるんですけれども、この協議を経ての決定であるということに関しての受け止めというかですね、どの協議ですか。これ組織委員会の幹部との
幹部レベルによる組織委員会との協議を経てと、幹部はあの組織委員会の幹部だと、10月11日なんですけれども、10月11日、はい、テレビ会議のこと、そこはちょっとまだあれではあるんですけど、もうここで、しっかり協議をしての決定であるというふうに書かれてるんですが、それに関しての受け止めようと思ったんですけれども、今ちょっとそのどの協議なのかがよく分かりません、うん、確認してからまたお答えしようと思います。分かりました、はい、すみません。でした、あのもう一点ありまして、マラソンのそのに絡んでの話なんですけれども、あの一部ですね、あの医師会がですね、まあ、あの暑さ問題に絡んで5時半を提案して、まあ、6時になったけど、はい、という経緯がありますけれども、そういったことも踏まえて、あの一部からですね、まああのまあ、暑さ問題、まあ、取り組んでこられたと思うんですけれども、まあ、そういう招致決まってからの一連のところで、その暑さ対策に対するその姿勢というのが少し、まあ、薄いというかですね、そういう姿勢がちょっと弱かったんじゃないかというような、その危機意識が薄かったんじゃないかというような指摘も、取材で聞いているんですけれども、知事としてはそういったことについてどのように思われるかというのを伺いたかったんです。ただこれまでも、はい、組織委員会、IF、IOC それぞれのステークホルダーの皆さんとは緊密に連携を重ねながら、この方法でどうかということで、それをずっとこの長い間かけてやってきたわけであります。そしてあの医師会、先ほど出てきた医師会の皆さんからは、この天幕を張ったらどうかというようなお話もございました。しかしながらそれは取材やまたあの、この上から見ることができなくなるとかですね、いろいろそれについてもあのネガティブな反応でございました。そういったことから、できることを、まあ、時間を早めるということもそうでございますけれども、さまざまな方法も提案をして、そして受け入れてもらえるものも受け入れのあり、またそうでないものもございましたけれども、基本的にこの運営をしていく中において、取り組み、かつそれについて皆さんもご承知のように、今回の移転云々の直前までですね、9月 の、 あのドーハの大会の後も、東京はしっかりやっているという話を聞いておりましたもので、突然の変更ということについてはなかなか私どもは理解ができないということから、その点については東京はやはりベストだというそういう意識を最後まで持ってきたわけであります。よって最終的には合意なき決定ということで、その点については承知はしていないが、大会の成功を目指していくというそういう流れということを承知をしているということでございます。以上です。